お元気ですか、ボクシミです。今回はですね、プロ野球直筆サインカード総集編でございまして、今回はファイターズの直筆サインカードを紹介したいと思います。過去にもね、上げてるのもありますが、新しくね増えたカードもございますので、その辺はご了承ください。それではね、早速上げていきたいと思います。懐かしい選手もね、たくさん揃っております。私はね、これね、直筆サインカードを集めてですね、これね、6年目になりますけどね、まあ最初にね、始めたきっかけはですね、私もともとね、パチスロをやってたんですよね。そしたらですね、やっぱりね、儲からないということで、やめたんですよ。やめたんですけど、やっぱりムズムズしちゃって、それに変わるものは何かって考えてたんですよ。で、最初はね、プロレスカードをね、集めてたんですよ。そしたらですね、プロレスカードがなくてですね、こういったプロ野球カードがね、ありましてですね、それをね、集めてたらですね、このね、直筆サインカードがね、出てしまいました。ちなみに第1号はですね、杉谷選手ですね。今は会社を経営してまして、まあ、タレントもね、お仕事もされてます。スポーツ王は君だっていうね、トンネルズの番組でやりますよね。リアル野球版のその杉谷さんでございますね。ね、もう芸人顔負けのね、面白さでございます。ちなみにね、最初ね、マスコットもね、直筆サインカードもございます。で、引退されてる選手や、他球団に渡った選手もいらっしゃいます。で、同じカードがね、重複してる場合もございます。ちなみにね、こちらね、一冊目でございます。で、これね、2018年から、2023年のをね、紹介するんですが、こういう風にね、結構ね、カードの種類もですね、バリエーションが豊富、面白くてね、もう、やみつきになっております。その方がね、やっぱりね、こっちはね、ちゃんと記憶に残るかな、いいなと思っております。では、1冊目終わりました。次に2冊目いきたいと思います。はい、今度は2冊目いきたいと思います。2冊目はですね、最初はね、この栗山英樹前監督で、侍ジャパンの前監督でもございます。こちらもね、桜吹雪のね、桜のね、カードもなかなか綺麗ですよね。で、片岡元選手ですよね。今の中日の一軍コーチでしたっけね。間違ったらごめんなさい。やっぱりね、こう集めていくとね、やっぱりだんだんとね、なんか嬉しいですよね。本当はね、こういうのをね、集めてね、部屋でね、部屋を作ってね、こんなコーヒー飲みながらね、じっくり見たいなっていう感じでね、行きたいなと思ってるのがね、私の、夢でございます。で、ここになるとね、まあ、最近ですね、なんか、助っ人外国人の直筆サインカードの確率がね、なんかわからないんですけどね、増えておりましてね。まあ、直筆サインカードもね、嬉しいんですけどね。やっぱりね、ルーキーとかね、まあ、クリーンアップを打ってる選手の、ね、直筆サインカードが出たらね、なんか、すごくね、
なんか大当たりでね、なんか当たったようなね気分に、ね、なるような感じでございます。こっちね、あの万波選手でございます。まあ、将来のね4番バッターでございます。でこちらですね、ちょっとユニフォームが違いますけど、ジェイソン・ボッツ選手はかつて日本ハムにも在籍しているので、この種類の方に入れました。はい。で最後はこちらでございます。で、楽天にね、あの今季からね楽天に行ってしまうこのね、ポンセ選手でございます。はい、はい、もうすぐねこのファイターズのカードもね、3冊目に行って、行っちゃうところでございます。もちろんですね、このファイターズ以外の、球団の直筆サインカードもね、ございますのでね、そちらはね、まあ明日以降ね配信予定でございます。ぜひお楽しみください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。